アドルフ・エリック・エインルートは、フィンランドの軍人。最終階級は、陸軍大将。軍隊を関越する、エインルート・エインルートの墓エインルートは、1905年2月9日に、フィンランド大公国、ヘルシンキで生まれた。1922年に、陸軍士官学校へ入隊し、ウーシマー・ラクルナ連隊へ配属された。ソビエト連邦との間で、冬戦争が勃発すると、 エーンルートは、第七師団及び、騎兵旅団の参謀に就任し、指揮を取った。続く継続戦争では、第二師団の参謀長となったが、途中重傷を負ったため退いている。療養後は、第二師団第七不評連隊の指揮官として前線へ、復帰した。カレリア地況の戦いではその先行により、マンネルハイム十字章、また、スウェーデンから、剣勲章を受章している。 1958年、デンマークの助官である、カリンイコールビアギって、シャック・ハクシャクと結婚し、3人の子供を設けた。戦後、エールン・ルースは、もっぱら兵士のケアに従事し、退役軍人らによるコミュニティも取りまとめた。1965年に、自身も退役し、2004年2月26日に死去。没後は、ヘルシンキのヒエタニエミ墓地に埋葬された。 同年10月に行われた、フィンランドの偉人調査では4位に選出されている。h t t p w w w i l e f i スラッシュ s u u r e t s u o m a l a i s e t スラッシューリンタ、ー・ウィキメディア・コモンズには、アドルフ・エインルートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。